ハイタビハイタビは、中国東大の政治家で最小を務めた。字は中立。加藤軍域危険の名門の加藤廃止の出身。789年に紳士に旧大し、広島に上り、政居に応じて、対策高等、下院建場を授けられる。観察漁師に占理。一時は、河南不高僧に左遷されるが、811年に、司風院の色落ち成功より、 元次郎中になり、中所と練り、御師中、進む、門下次郎、道中所門下平正寺と累進を重ねた。当時は、ワイナン制度節土士の暮元住が横暴を極め、最終を占拠して、反抗を続けており、憲奏は軍を派遣したが鎮圧に失敗していた。軍神の多くは、鉄兵を進言したが、ハイタビだけは断固討伐すべきであることを論じ、 自ら特選をすることを請願して許され、八百十七年八月からの廃旅の処置により十月には、乱が鎮定された。この功績により、金紫高六大部、高文館大学史に加えられ、上柱国をたまい、進む国校に封税られた。関羽は、高軍芝として、この暮元済の乱を鎮圧する軍に従っていたために、御琴乗りを受けて、平淳。 西日の文を占術し、廃旅を称えている。その後、関心の程や候補白と対立して819年に、加藤節度氏に左遷されたが、僕高し即後の821年秋に、優秀、賃州に反乱が起こり、さらに、主国有、大手民などが川1日に乱を起こすと、賃州四面行営小頭氏に任命され、新職を忘れて任務にあたり、 奥高氏にその忠誠を課され、中書次郎、同中所門下平生寺とされた。しかし、李宝吉との争いから三男青銅節度氏に出されて、826年に中央に復帰し、今度は李宝吉、牛僧樹らを追いやった。文僧が即位した後、李徳優を最小に推薦するが、李高氏便によって反対されて頓挫し、ハイタビ自身も最小を辞めて、 上洋節土師となって出向し、834年には、トートルスに、選った。この頃に邸宅を、洛陽の集権里に建て、馬橋には、別荘として、緑野堂を作り、詩人の城、巨衣、竜石と営賞し、詩子と書を楽しみ、当時の名士が彼のもとに多く訪問するようになった。文荘は、洛陽から長安に至る人士があれば、必ず、 ハイタビの安否を尋ねたという。839年に中書令を拝命し、その年に75歳で没する。大夫を追贈され、踏みただと送りなされる。841年には大志の位を加えられ、戦争の第には剣僧の病に埋葬された。ハイタビは風貌、春僧都市雄弁であり、迷信として異国にもその名が聞こえ、 周辺民族の君主、族長は、党の使者が来ると、ハイタビの年齢と要望を問うたという。四朝にへことし、全徳をもって、終始したと、死書で表される。王府のは、読密つ論で、ハイタビが剣奏に願って最小が指定で、節客と談論することを許可されるようにしたことについて、情報や良策を集める良い方法であったが、原神や、白、 虚偽のような文人の言論が、国益にかなうことは少なかったのではないか、として危ぶみ、さらに、ハイタビは重く用いられたが皇帝に深く信任されず、官の跋扈を許し、ハイタビに推挙された死は彼を旗頭として、党を組んで関心と争うことにより、法等の災いを招いたことを惜しんでいる。ハイタビは文章にも一過ことあり、当時官誘が唱えていた、古文への復帰に対し、 文の良し悪しは、気品の高下、思いの新鮮によって異なるのであり、ショの技巧とは関わりないという意見を残している。ありがとうございます。